ラスト忍者の称号を得るために祖父の志継ぐ5人の孫たち。倒す相手は恐るべき敵、戦国最強騎馬鬼玄月。今をときめく若き忍者は忍びなれども忍ばない。我が家臣たちは前科をこの騎馬鬼玄月の恐怖で統一するのだ。意志持たぬ作られし者、我騎馬鬼玄月のため意志を持つ。泣け泣け泣け人間ども、我ら騎馬鬼軍団の恐怖を味わうがいい。さあその恐怖にまみれた心を我らに捧げるのだ。スーパおそれをたくさん集めてるようでね。この声はお前が聞いていた使いのものか。おお、聞いてたか。その通り。どうやらな、恐れを集めるだけではなく、俺たちを恐れないガキどもを連れて帰ってこいだってよ。そういうわけで、ここは一つ俺に任せてもらおうか。さて、お集まりの諸君、今日は俺たちお前らを恐れさせに来ただけじゃねえ。俺たちを恐れない人間どもを仲間にしにやってきたんだ。というわけで、早速お前たちに聞いてみようかな。俺たちが怖くないってやつはいるか。そんなやつがいたら手を挙げてみろ。お、結構いるじゃねえか。へへ、素晴らしい。今回の作戦に持ってこいだ。しかし、さすがにこれはいないかな。俺たち騎馬鬼軍団に入っても、いや、そんなやつはいねえだろうな。でも一応聞いてみようかな。俺たち騎馬鬼軍団に入ってもいいというやつは食べてみろ。おおんのか。分かってるか、分かってるか、お前たち俺たちの仲間になるんだぞ。大丈夫大丈夫。ああそう、ははなるほど、なかなか肝の座ったやつがいるじゃねえか。よし、でもな、お前たちが本当に俺たちを恐れてないかどうかっていうのはな、まだ分かんねえから、今から俺たちとお前たちで挨拶をしようじゃねえか。な、怖かったら声も出ねえはずだ。いいか、俺が今からお前たちに向かっておーすと言うから、お前たちもおーすと返すんだ。分かったか。分かった、手を挙げて。はい、手を下げて。では行くぞ。ここに集まっている人間どもよ、おーす。ダメだダメだ、もっと元気よくおーす。まだまだ元気よくおーす。もっともっと元気よく、うーし。なるほど、だいぶ元気があるようだな。しかし、俺様の目は節穴じゃねえ。俺たちを恐れもせず、その上声も出してないやつがいるな。そういうやつは誰だ、はっきりさせてやる。よし、まず男の子手を挙げてみろ。よし、男の子だけで行くぞ。ここに集まっている男の子よ、うーし。素晴らしい、元気じゃねえか。ということはサボってんのは女の子だな。はい、女の子手を挙げて。
はい、じゃあ女の子だけで行くぞ。ここに集まっている女の子よ。おーし、可愛らしいじゃねえか。あれおかしいな、男の子も女の子も声、あ、わかったぞ。サボってるのは男の子でも女の子でもない。そう、お父さんお母さんお前らだ。はい、お父さんお母さん手を挙げて。はい、じゃあお父さんお母さんだけで行くぞ。子供たちは指を一本立てて、はい、口のとこだ。行くぞ。ここに集まっているお父さんお母さんだけ。おーし、あーなんだお前らのそのやる気のない声は。お前ら全然やる気ないやないか。ほあんな、お前言っとくけどな、ちょっとお前暑いから言うてな、気抜いてんちゃうか。あ、言っとくけどな、お前世の中にはな、このクソ暑いのにな、長袖長ズボンで頑張ってるやつおんねん。手袋もはめてるわ。いや、父さんやろ普通今のは。こうなったら子供たちはまだ我々の仲間になる可能性がある。でもお父さんお母さんはダメだ。ここで我々の本当の大きさを見せつけてやるんだ。分かったか。ジッパッ、よし、お父さんお母さんを痛めつけ我々の恐ろしさを見せつけてやれ。行け、待て。赤忍者、白忍者、黒忍者、集結。さあ変化、集結変化。何者だ。参上。忍者だ、派手ななりしやがって。お前らぶっ倒すのに忍んでなんかられっかよ。こんな奴らちゃちゃっとやっつけちゃうよ。賛成です。何を生意気な。二人とも行くぜ。やっちまえば。はっ、ふう、こいつ思ってたより強い。ちょっと待った。し、増えやがったか。二人とも大丈夫か。ここは俺に任せろ。任せろってお兄ちゃん大丈夫なの。当たり前だろ。じゃじゃーん。それは巻物ですか。じいちゃんの蔵で見つけたんだ。ほら、ここに秘伝の書って書いてるだろ。きっとすんげー忍法が記されてるんだ。こいつを使えば楽勝だぜ。ほう、秘伝の忍法だと。見せてやるぜ、秘伝の手裏剣忍法。そうはいくか、妖怪妖術。あれはなんだ。え、突きあり。あ、こら、お前返しやがれ。誰が返すか。こいつはいただいていくぜ。バーカバーカバーカ。ハッ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 。くぅ、この野郎、逃がしてたまるか。待てー。ちょっとお兄ちゃん、ちょっと。もう行っちゃったよ。それにしてもあの巻物、一体どんな忍法が記されていたんでしょう。
おじいちゃんはどこにいるか分かんないし。そうだ、お父さんなら知ってるかも。そうですね。それでは一度皆さんと合流しておじさまに聞いてみましょう。なんでなんだ、なかなかやるじゃねえか。その巻物、何が書いてあるのか楽しみだな。おっと、そればっかり言ってちゃいけねえ。それよりも俺たちにはここの人間どもを仲間にするっていう作戦があるからな。よし、お前はひとまずな、奴らを倒す作戦でも考えてろ。いける。さて、では大人たちをいた分の後にして、早速ここに集まっている子供たちを我らのアジトに連れて帰ろうかな。あ、そうだ、確か俺たちを恐れねえ、そして頭のいいガキを集めろっつってたな。そういや、こいつらが頭がいいかどうか調べるの忘れてた。そうか、じゃあこうしよう。何人かここに上がってきてもらってな、テストしよう。で、お前らが頭が良かったら俺たちの仲間にしてやるな。さあ、このテスト受けてもいいという元気なお友達は手を挙げて。おお、いるじゃねえか、いるじゃねえか。よーしよし、分かった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 。じゃあちょっと待ってよ。はい、じゃあ元気よく手を挙げておけ。俺が選んでやるから、ほら。分かった分かった分かった。じゃあそっちのほらタンクトップの自分来い。うん、もういいよ。